遠隔コーディネート選手権。あーあーあーはいよ、遠隔コーディネート選手権って何すいません、え、すいません、アンケートが止まった。あー、おかげさまで衣食住が揃っております。おっしゃる通り揃った通りですね。ありがたいね、今回はですね、NTT ドコモさん、あら、アハモのコラボが載っております。またしてもありがとうございます。ハマりまくってますちょっとありがたい。アハモ使ってますからね。そうね、アハモというのはね、NTT ドコモさんが展開しているデジタルネイティブ世代のニーズに特化したモバイルサービスというところで、海外旅行の際に現地の SIM に差し替えたりモバイル Wi-Fi を契約する必要なく、あら、スマホ一つで行けちゃう。そうらしい、便利。はい、そしてなんと今回、アハモ2周年ということで、おもころとコラボしたキャンペーンを行ってますんで、詳しくは動画の最後にということで、めちゃくちゃハマってんじゃん。そんな数学限りだと内緒にしなきゃいけない。まあ今回ですね、まあ何をするかというと、何すんだろう、前にね、あのやっぱ遠隔で買い物の指示をして、あー、ありましたね、あのフロアマップだけを見て、はいはいはい、ね、買い物行ってもらって、まあ、現場にいながら、あの前に8歩進んでください、指示だけ、左を向いてとか、具体的なものの名前は言わずに、その歩いてとか棚の一番上のどこかでとか、そういう指示だけで買い物をしてもらうってね、企画をやったんですけど、そんなね、飯とかじゃないんですよ、僕らに必要なのって。必要ではあるだろ、高級食材とかいらないんですよ。見てください、この色味のなさ。いやいや、いいじゃない、ちょっといいじゃん、統一感ありますよ。本当におもころチャンネルが弱点ビークポイントということで、今回だからもうその企画に過去つけて衣装を変えますから、これは確かに逆にその自分が着なそうなのを持ってこれるんで、これこんな似合うんだみたいな発見がめちゃくちゃある。意外とね、どうする、キラキラのやつとか。あり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 、全然あり、めっちゃいい。というわけなんで、じゃあ行ってみましょう。おっしゃおもころチャンネル。オムライス好き。はい、というわけでですね、今回あの原宿シカゴさんにご協力いただきまして、古着屋さんです、ね、古着か、古着か、いろんなのある。確かに、え、結構いいやつある、原宿の古着屋さんの、いいやつ、いいやつあるんじゃないこれ、白髪もされますよ。で、今回やっぱね、はい、上下、あとはやっぱ小物1個ぐらいはちょっと欲しいんじゃないかということで、合計3点まで、3点、あの1人買ってよしということで、え、3点、え、上他の場所もあるわかんない。なるわけやない、なるわ、え、そう、なるわけやない、え、下下下、いや、なるわけやない、巻きみたい、小物小物って、なるわけやない、こういう状態だ。ちゃんとだからこうやってフロアマップも用意してもらったんで、ほら、あー、いや、まあ、わかるか、これ、いや、わからんわからん、でも大体さ、まあここにディスプレイあってとか、ここら辺はこうだなみたいなとか、いや、古着でしょ、あれ、え、レディースもある、ここあるか、え、やばい、フロアで分かれてなかった、レディース掴んだらやばいんじゃない、レディースって言ってました。というわけで今回もあのカンチさんに、ああの現場に行ってもらってます、ね、ってもらってる、カンチさんは得意だね、そうね、ちょっと電話かけてみます、はい、はい、じゃあ私のね、アハモの携帯で、あら、あら、おいおいおい、つながりますぜ、おい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 、ちなみにカンチさんもアハモ、ありがとうございます。というわけでじゃあカンチさんに繋がっております、はい、カンチくん、もしもし、カンチさん、ここで、あ、繋がってる、ちょうど今ですね、はい、階段を登ってきたところに、あ、入り口だ、登ってきた、入り口だ、あ、ちょうど、あ、そこね、はい、はい、入り口ですね、一回じゃあそこでフルの絶叫をしてもらって、ダメ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 、じゃあ僕からね、はい、ちょっと行かせていただきたいんですけど、また例によってサイズ感も分かんないですね、いや、一歩感が分かんないですよね、とりあえず、じゃあ20歩前に行ってください、20歩ね、はい、いけるかな、1、2、3、4、いけるか、5、10、日当たりですね、あ、もう10ね、10なんだ、なるほど、ちっちゃいね、これどっちだろうね、こっちかでさ、
あ、確かに僕はのたまにぶつかってる。たまに当たってね。なるほど。あとそもそも何を狙うのかっていうところがバットさんちょっと大事になってきます。いや僕ね、怖いんですけど、うん、はい、ベジ周りは多分小物多いだろうと。まあなるほど、なるほど、うん、確かに奥行けば行くほど上着が多いんじゃないかなっていうので、うん、で多分ここで今10歩なんで、はい、カズさん右左右左左右左を向いてもらって、左を向いた、はい、20歩、20歩進んでください。1、2、3、4、9、10、17で引き当たりですね。ちょうどじゃん。ちょうどそこか、ね、ちょうどそこかも。じゃあそこ、棚あります？目の前壁壁なんてなかなかないよ。何もない壁。えここじゃないですか。試着室とかに、あ、試着室まで入ってる。奥までね。10、20で入る。あ、もう入っちゃった。分かんなくなってきた。じゃあ左向いてください。左、はい、左行きました。ここ出すとしたら早くもつぼに、ね、20歩前にお願いします。20歩、はい、はい、1、あ、いける。3、10、いける。いける。え、20ちょうど、ちょうど突き当たり、突き当たり、おお、はい、目の前に棚あります？ないね。外出てんじゃん。どこにいるの？え、どこにいるの？どこにいるの？いや、もう5歩進んでもらっていいですか？え、今空間にいるのかな？あ、もう見失ったな。うん、あ、あ、あ、はい、あ、うん、もう前だ。もうダメ。そこ棚あります？棚というか服はある。服は獲物かけみたいな、ハンガーみたいな。じゃあそこの、うん、もうほっと真ん中に手を、うん、真ん中ズボッと、ザクッと、今パンツが、カンチさんが一番パンチしやすい位置。もう真正面で、真正面、真正面、そこを一着。おお、パンチしやすい位置ね。手を伸ばした位置の、はい、そうです、はい、左手をこう、右手か左手かどっちか伸ばした時の、はい、あります。あ、変えた。あ、1個変えた、1個やっと1個なんですけど。これが上ってことよね、ガトーさんの。多分ね、多分ね、そんな遠くないと思うんですよ、はい、だからどっちか買えば、はい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 、この辺で買うかな。じゃあ今どこだ。もう自分がどこにいるか分かんない。じゃあ右を向いていただいていいですか。20歩20歩でかいんだと思う。3、8、9、10。あー、なるほど、その奥の四角に来たから。10、2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 0
もうど真ん中。好きね、真ん中。はいはい。あ、変える。変えました。変えた。いいよ。今ね、この辺だと思ってるんですよね。なるほど。ここまで行っちゃえば、アウターがあるんじゃないかと。ほうほう。いいね。じゃあ、くるっと後ろ向いてもらっていいですか。で、まっすぐ、10歩。はい。踏んでください。10歩。はい。2歩で鏡の前に来ました。鏡の前、不思議な話。鏡の中に入ってる。鏡の中に入ってる。鏡があるってことは合わせるものが多分近く。確かに、確かに、ね、これアウターっぽいな逆に。確かにあるか。こう上ね。うん、ズボンはなさそう ね。右を向いて。右はい。五歩。あ、なんかありそうや。五歩しました。商品がございますかね。あります。あ、じゃあそれのど真ん中。うわど真ん中を攻める。はい、ど真ん中。これ、はい、これ20万の革ジャンとかだったらめちゃくちゃ怖いんだ。この辺の高いエリアとかだったらさ、怖い。はい、これなんで。じゃあこちらでお願いいたします。いや、どうなってんのこれ、はい、全然わからん。手応えないでしょ、まったく。ないし、ちょっと思ったのが、古着屋って靴とかめちゃくちゃあるじゃないですか。靴もある。カバンとか、まあまあね、6足だった場合ムカデみたいに、ハナちゃんみたいな、ちゃんここに花だけ刺すことになるから正直私は服屋にもう1年に2回も行かないぐらい。なるほど。セオリーがわからないんですけど、はい、まあまあ、ただかろうじてわかることとして、はい、こういう奥の壁沿いとかに上着とか、うん、ズボンとかがあるんで、あるかも。ここをこう散らしていけば上下が揃うんじゃないかな。え、両方行くってこと？両方行ければね。サンチさんには全てを回っていく。大変だ。大変。はい、じゃあ、スタート地点にいらっしゃいますでしょうか。はい、階段を持った人と行っていきます、うん、はい、多分ね、これぐらいが20歩だと思うんで。さっきなんかね、壁に当たってた。じゃあ左に15歩お願いします。うん、1、
1、3、14、15。いけた、いけるんだ、ね、いけた。じゃあさらに左を向いて10歩。おお、なるほど、ね、右を向いて20歩。15、16、17。まあでも、まあでも、はい。じゃあそこに置いてある衣類の一番左上、一番、うん、まあ、左上、一番左上を、なんか大丈夫かな、上ってなんかね人が手に取らないとこ。お願いします。まず1個目、はいはい、それだ。あ、取った、あった、あ、取った。お、今どこだ。なんかでもすごい手伸ばして、ね、なんかめっちゃ小さい、めっちゃでっかいとか。いや、わかんねえ。じゃあ、はい、真後ろを向いて25本、うんうん、この辺で1個買う。 お、なるほど、いいですね。あえてね、今目の前にある棚の一番右端のやつを取ってください。一番右端。あ、笑ってる、やばい。あ、やばい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 、これやばい。うひょひょひょって、しょうがないね、この笑いは。何なのか、もういっちゃったか。もういっちゃったか、右端笑ってるわ。あ、あるんだ。何なんだろうね。お似合いのものすぎた。あいつ似合うぞ。それは何を使うの。分かったじゃん。思わず笑みがこぼれたもんね。じゃあ最後の取りに行きます、うんうん、左を向いて10歩、うん、前にお願いします。はい、1、2、3、4、5、右斜め前に10歩。2、3、4、5、6、7、8、9、10。9って言ったら何の笑い。おばちゃんみたいな。キュキュ状態。じゃあ目の前の棚に商品あります。あ、ありますね。あれ、あ、終わったな、これ。いや、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 終わったわ、うん、それだ。了解です、それを買ってください。今一応笑ったやつ。これは終わったわ。すごい、なんだろうね。これで3つ、2つ笑い出ちゃったら、もう違う、違う、違うことになりましたね。ちょっとっていう、見えてないのにこんなおしゃれなのになっちゃう。なるほど、ね、笑っちゃうよ。ブーツとレスラーパンツ、レスラーマスクレスラーマスクはね、こうやって出てくる恐れさんが。そう出てくる。これは偉いことになるね。いや、これはね、もうね、恐れさんやっちゃいましたね。やっちゃったね。この、ここ、北海道の部分ね。はい、日本で言うと、日本で言うとね。ここはね、レディースか、キッズか、あるいはハイパーヴィンテージみたいな。めっちゃやばい。激ヤバゾーンなんですよ、ここ。ここには行っちゃいけない。だから、まず、パーッと見渡せるところにもう全部あんのよ。なるほど、はいはいはい、大切なものは全部近くにあります。あ、え、いいこと、なるほど、気がつけば。僕はもう逆に全然動かさない。なるほど、はい、この周辺でもう、あの、上と下がってこうレジ横ぐらいに多分、はい、サングラスとかね、そういう小物系あるんで、はいはい、ちょっともうこれを機に僕もサングラスキャラ、はいはい、あら、ここではいるけどね、僕がここにいますけどね。僕が、あ、本当に、まあ、この辺でこの辺を調達してという感じでいこうかなと思っております。逆にね。じゃあ、前に 4.3 歩お願いします。何その調整。 4.3 歩、はい、うん、で、左を向いてもらって6歩。1、2、3、4、5、6歩。はい、来ました。でも目の前に商品ありますよね、パンチさん。あります。おお、ビタだ、ここだ、見えてるわ、うん、そのじゃあ、うん、右から4番目をちょうだい。お金持ち、お金持ちだから右から4番、右から4番、1、2、3、4、これにしよう。はい、はい、おはようございます。変な言い方してるやついる。1、2、3、4、変えてるね。で、そのまま左にカニ歩きで、おで 9.6 歩お願いします。はいはいはい。え、何点6歩 9.6 です。 9.63 です。変わんねえよ。ないよ、言わなくていい。じゃあ、それの上の方にあるやつでいいかな、これは正面の一番上ね。はい、止まんのかね。これじゃあ、そこの正面の一番下。しました。笑ってる。へへへ、笑い出ちゃった。これも山田くんサングラスなんて買っちゃう。そういうのしたのみたいな。これはまあイメチェンですから。そう、うん、ありがとうございます。じゃあそれでお願いします。お願いします。どうす、はい、どうす、はい、
相当いいな、これ場所合ってんじゃない、ね、そうそう、まあ、何があるかはまたね、別として、うん、ただ同じような場所だったから、アウター、アウターとかでズボンないパターンとか、あー、サングラス、サングラス3つ言うてるわ悔しらすが、悔しらすがここは調子の良さそうな人に乗るミラートレードという人で、それずる投資の世界でもあります。なんかこの人良さそうっていう人にまんま真似するまんま手法を乗っかる。だから今永田が前半なんかちょっと良い感じだったんですよ。感じ的にもちゃんとしたの変えてんなみたいな感触だったんで、うんうん、もう永田の指示をそのままもう乗っかります。じゃあ、ずる。おそろじゃないですか。カゴちゃん、辻ちゃんって。そのまま乗っかり。おそろになっちゃう。じゃあ私、原宿のチャレンジということで、最初は前に 4.6。1,2,3,4.6 そして左を向いて、前に 9.63 歩っていきたいな。違くない？違ってるわ。左を向いて 9.63 小数点入れてた、聞いてきたぞ。 9.63 って言ってなかった？言ってない。え6で止まりましたね。あれ、え、なんかあったんだ間に。引き当たっちゃった。ダメだ。ああ、でもまあこの辺つもりこの辺でも悪くないよこの辺でも悪くない。すごい、すごい悪くない、悪くない悪くないんで、その中から一番ふわふわのあったかそうな服を取ってください。サングラスとかだったらね。ほら来た、ほら来た。ね、ないないないこれでか。一番爽やかな。イメージね。一番爽やかな服をください。さんがイメージ僕に。爽やかこれかな。ほら。はい。この目の前にもう黄金鏡が広がってますね。エルドラードこれでいいのかなエルドラードのやつ、エルドラードあった、一応あった、ここにあった、ここにあったんだね。黄金鏡が金貨のもうクロムハーツみたいな、エメラルドとかそういうやつ。手前奥作戦。手前奥、手前奥、何かというと、まずこの手前、ここって多分季節のものがある気がするんですよ。もう入ってすぐ、入ってすぐの真横、真横で、ここはあのなぜかというと入れ替えが激しいから。なるほど。だから季節のものがあると思うんですね。で、逆に入れ替えの少ない奥、はい、高いものです。あ、もうヴィンテージの、ヴィンテージ高価なものがここに宝物のようにあると思うんですね。なんで季節のものをここで取った後にこっちで大判小判ザックザク、おーすごいね、これでいきたい。なんかいい気がする。思っております。左のエリアはいかない、こっちはもう捨てます。なるほど。もうかけるとこ、かけるそうしないと宝に手が届かない。なるほど。そうです。こっちで2個ぐらい買うってこと？こっちで2個買います。すごいね。大儲けじゃない、下手したらやっちゃいますよ。すごいぞ。よろしくお願いします。じゃあアルファの挑戦なんですけど、いいですか？はい、よろしくお願いします。スタート地点、いきなり右手にあるものを取ってください。早い、早い。右手にあるもの、はい、まあ、これかな。おお、ほら、あるあるんですよ。で、右を向いて2歩進んでください。右前に10歩進んでください。ちょっと待って、お店出たぞ。お店出た。はぁ、なんでどこに行ったの今。右斜め前に出ちゃう。お店出ちゃう。はぁ、なんで出ちゃうって。出ちゃう、でも出ちゃう。おかしい、おかしい。万引き、万引き。一個手に持ってる。ダメよ、それは。ちょっと待ってよ。じゃあ、真後ろ見てください、カンチさん。あ、ブルリ。こっちに10歩行ってください。こっち、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ10歩。はいはい。5で止まる。え、どこにいるの？アンチさん、どこいるんすか？で、ここかな。あ、引っかかったのか。迷宮入りした。タッチの迷宮。ってことは、左に向いて一歩進んで、左に向いて一歩、はい、はい。で、右斜め前に6歩進んでください。はい、あ、いけた。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 5、6、はい。危ねえ。8かな。ここだ、じゃあここだ。その一番上の商品買ってください。何、高いやつ、大丈夫か。今、はい。おー、すげえ。最新部だよ。すごい、ダンジョン最新部。はい、来ました。目の前に商品ありますね。ありますね。おー、来たぞ。あー、もう高すぎちゃう。どっち、高すぎか。どっち、これ。じゃあ、カンチさんが今一番最初に目についたものを買ってください。じゃあ、これかな。
はい。どうなった？笑ってない？笑ってない？何？どっちだ？そんなものないよね、古着屋に。ね、高すぎる。高すぎるんだ。ジャケットとかさ。やばいよ。ライダージャケット。やばいかも。はい、じゃあ、それでフィニッシュでお願いします。お願いします。ありがとうございます。わあ、すごいな。どうなってんのか、いくら使ってるのか、全く見えない。全く見えない。はい、うん、はい、はい、というわけで、かんちさんが帰ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、今回このね、試着室も、うん、しっかり用意したんで、はいはいはい、順々にも着替えて出てくるという感じを、はいはい、やっていければと思います。うわー、じゃあ、まず加藤さんからかな。怖っ。怖っ。じゃあ、お願いします。はい、じゃあ、今持ってきます。はい、いやー、なんとなくそんな変なものないんじゃないかな。じゃあ、僕らはちょっともうここで待機していますか。そうね、量も見ないようにしよう。そうね、あったとかも。そうね、はい、どれぐらいあるかな。これか。しまった。しまったね。はい。はい、じゃあ着替えをね。お願いします。なんか笑ってる。なんかそこそこわちゃついてましたよね。そのなんか選んでね。いや、そう。そう。なんか行方不明になってたから。ああ。え？できました。じゃあ加藤さんできました。はい。お。じゃあもうオープンしますよ。はい。はい、どうだ。加藤さんの新衣装。オープン。あれ？何これ？え？あれ？は？え、何ですね。スポーティーな掃除のおばちゃんだ。いや、これスカーフなの。スカーフか。これどうすればいい？ノースフェイス。鼻の方が。あー、でも首に巻いちゃう。あー、なんかでも成立してる。おばさん、おばさん、おばさん登山部。子供が使わなくなったら、いいやつだからってまだ言っちゃう。え、でも全然いい。上下揃ってるし、ね、確かに上下揃ったの。すごい。確かに。いった小物もあるし、ね。あ、確かに。めっちゃいいじゃん。ビッチビチなのよ。本当だ。丈ももうちょっと足りないし。めっちゃいい。でも、ジャストサイズはさすがにね、難しいのかもしれない。かなりある。うん。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。これで普通にいいわ。いやすごい、ね、じゃあ続いて私ね、はい、出すんで、はい、あれなんかちょっとどうした？え、はいはいはい、まだ袋持ってきてる。何何？閉めてよ、閉めてよ。嘘。隠して隠して。したよ。どうした？オッケー、オッケー。開けるよ。何これ？待った。何これ？はいはいはい。笑ってるな。ね、新しい恐れ沢が見れるかもな。はい。どうだ？じゃあ開けますよ。はい。お願いします。じゃあ恐れ沢の新衣装。はい。オープン。感じの対象性、ね、強烈なオタクだわ。これ駅歩いてたら皇帝のすごすぎる。これいくらですか？確かにこれ多分値札、はい、あの値札がね、まあ、見たんだ、見たんですけど、これえ、ちょっと待って、上のやつ、上のやつ、これいくら、なんだ。え、いくら？5万5000円。そりゃそうでしょ。でも生地とかさ、いやでもいいもんだもんね。よかったじゃん。いい布なのこれ。ね、これ、ね、マジでこれ衣装にしな。ね、似合ってるよ。めっちゃ羽ともなんか合うよ。めっちゃいいじゃん。すごいな。イニシエの日本に戻す。すごいな。思想が、思想がやばい。行け。これ脱いだろ。女神テンスで。ああ、さすがにね。おい。ちょっとおい。はい、ね、じゃあください。はい、目つぶっとこ。ありがとうございます。落ちるよ、それが。うん。大変よ。誰が買う？できました。ああ、じゃあ。どうなるかな？それでは永田さん、どうぞ。オープン。え？何？え？どうなる？
殺人者じゃん。ちまち。え、ラガーマン、ラガーマンみたいな感じになってるけど。え、ガタイよすぎない？パンパンなんだけど。上着の三連発。あ、全部上着？全部上着で。上着の三連発だ。マジかよ。パンパン。怖っ。インクレディブルマジで確かにパワーカーね。確かにでも永田くんでも赤色でさ、リーダーいいですね。確かに頼れる感じ。あなた青で今めちゃめちゃいい。色がいい、色がいい、めっちゃいいよ。こういうパーティーだすごいな。でも良くなってきて、良くなってきて、すごい良くなってきて、前よりはいいよ。どんどん行きましょう。さあ俺だ。原宿さん同じような感じでるから、もうミラトレなんで。え、これ同じになります。同じじゃなかったけど、ね、こいつが2人、マッチョ2人、こいつが2人、ダブルマッチョ、ね、お、お、いいね、まあいい、これはいいぞ。重っ、締めてよ、重い、締めてよ、え、重い、重いな、重いね、結構量あるな。え、こんなに福袋から給料、ないないボーナス出た、ボーナスできました。お、来た、お、原宿の新衣装、うん、はい、オープン、どうだ、え、あれ、え、あれ、なになんか、え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 、モコ、え、なに、なんすか、上、色違い、色違いだ、確かに、同じさ、色違いじゃん、兄と弟だ、なにこれ、なにこれ、なにこのチャンネル、これ、数が異常に多くて、え、え、なんで、3品じゃない、数が異常に多かったんですよ、3点だけなのに、こんなの、え、え、こんなの、え、え、これ何、え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 、どうぞ。3つ目が、うん、あの上下コーディネートで飾ってあって、ああ、でそこにたどり着いて、あ、もうそれごと買っちゃった。ああ、そうだった、好きじゃんみたいな。そうなんだ、やっぱどの服も一番着れるのばっかり、確かに全然外れはない、いいと思う、まあ、ちょっとね、ズボン履けない、もうちょいスリムな人ならこの革パンも履けるんで、うん、プロレスラーみたいな、ああ、タッグ組んでね、いいね。ちょっと僕もそろそろ恥ずかしいんで、確かにこういう服着ましょうよ、こんな服着てたら恥ずかしいんで、特徴なさすぎよ、行ってこい、自分もちょっとね、出しちゃい、はいはいはい、ありがとうございます。閉まった、閉まりました、でもこんなチャンネルないかも、はい、こんな着ぶくれてるやつって、セーターで着ぶくれてるやつ、 YouTube未だに会ったことなかった、確かに聞きました、うん、お、できた、うん、はい、じゃあアルファの新衣装オープン、よっ、うん、はっ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 、なに、え、ケボンのキューバ、ショコ、ショコ、なんだこれ、え、怖っ、え、スクワットされたと思って、何これ、はは、上めっちゃおっさんみたいな、上、あけぼの、何、あけぼのって見える、チグハグだよ、うどんせやばい、上からちょっと下に向かって、こう成立してるね、上はなんかね、いいね、あ、え、卓球のユニフォーム、卓球部だから、卓球フォーム、なるほど、じゃあちょうどいいじゃん、卓球部の人ってこんなユニフォームなのかな、これ脱いだろ、脱いだろ、あ、これ女子卓球部、あ、女子卓球部じゃん、確かに、確かに、え、なに、あー、女子卓球部っすね、いや、変態だよ、はい、うん、というわけでね、うん、無事に衣装が変えたということで、無事、素晴らしい、無事かな、素晴らしいですよね、うん、で、やっぱりね、今回の通話の品質、良かったですよね、あ、そこ、そこ、あ、そこ、はい、確かに確かに、まあ、何の違和感も、ね、良かった、はい、アハモさんの回線使わせていただいております、 ありがとうございます、どうぞーす、というわけなんで、今回は NTT ドコモさんが展開しているモバイルサービス、うん、アハモの案件動画でございました。確かにね、アハモはですね、うん、月に 20GB も使えて税込み2970円、国内での5分以内通話が何回でも無料、テザリングや海外ローミングも無料で使用できて、このお値段、うん、
申し込みやサポートなどは全てオンラインで完結できます。なるほどね。さらに 20GB じゃ足りないという方は、アハモ大盛りオプションもありまして、大盛り、月額税込み4950円で、なんと 100GB まで 100? 使えるようになります。あらしないよ。もちろんテザリングも 100GB まで使えるようになるので、る、外出先の PC のネット作業の際にはルーター代わりにも使用できます。なるほど。でそしてさらに今回、なんとアハモは2月3月でAmazon ギフトカードなどの豪華景品が1万円分、2970名に当たる。1970、じゃじゃんとじゃんじゃんもらえちゃう祭りを開催中。なんて、じゃんじゃんもらえ、そんなもらえちゃう、はい、2月28日時点でアハモご契約中の方が対象となってまして、大盛りオプションご契約の方は当選確率がなんと10倍、 10! になるということです。すごいね。そしてね、動画冒頭でもお伝えさせてもらった、おもころ特別特典も、なんとあります。なんとこちらはですね、期間内に、ご契約の方全員を対象としまして、今回のこのおもころチャンネルのおまけ動画だったりとか、おもころチャンネルメンバーのオリジナル壁紙などが入手可能となってますから、こちら抽選じゃなくてもう全員、あらあとまた近日公開のおもころ記事で使用した小道具のプレゼントキャンペーンにも応募可能になりますということなんで、キャンペーンの詳細については概要欄にあってる URL をご覧ください。お願いします。というわけなんで、今後とも新生おもころチャンネル並びにアハモよろしくお願いします。お願いします。また見てね、おまけ動画も見てね、カンチさんの分の服も買ったよ。どうなってるんだろう、どうなんの。